ママ。はい。今日のお夕飯は何？はい、今日のお夕飯なんですが、ちょっと変わりだね。今ここに途中まで作ってるんですけど、シチューを作るような状態で、野菜とかお肉煮込んでるとこですね。で、ここに茹でたマカロニと、これも茹でたブロッコリー、これを入れて、グラタンの素にしたいと思います。昨日の動画を見てくださった方、昨日ってか、まあ、1日遅れなんですけどね。カレー作っちゃったので、ちょっとね、材料は被っています。これもほんとシチューの素、ね、入れちゃうだけ。こうやってシチューがちょっと余った時とかにやりますよね、グラタンとかね。それをまあ残ってはいないんですけど、最初からグラタンにしちゃうと。これで茹でたマカロニ、全然このまま普通にシチューとして食べても問題ありません。もうちょっと煮込んで、これをねグラタン皿によそりたいと思います。はい、こんな感じでね、まあシチュー今のままだとマカロニ入りのシチューみたいな感じですよね、うん、これをグラタン皿によそっていきます。でチーズじゃなかった、忘れました。ブロリー、ブロリーって言わないで、ブロッコリー、ね、ブロッコリー、ブロリーってなんだっけ、ドラゴンボールこんな感じで、はい、ベイシアプレミアムミックスチーズ大きい方、ね、山盛り大丈夫かそうせならこんな感じでね、はい、別にこれはどっちでもいいんですけど、まあ、ちょっとパン粉、うん、なんだろう、ちょっと焦げ目、うん、がつくようにっていうくらいでいいでしょう、うん、こんな感じでね。はい、で今日はオーブン使います。ちなみにうちのこちらのねピンクのお皿はそっちのねグリルでも使えるやつなんですよ。これちゃんと専用のを買ってるんで、どっちでもいいんですけど今日はこっちでやります。そんなにやんなくてもいいよねきっとね。今10分にしときました。はい、うん、ちょっと温度は高くして、まあ要するに火は通ってるので上の焦げ目とかあとチーズが溶ければいいってことにしましょう。ではその間に次やります。はい、鍋に水張って沸騰させます。はい、沸いてきましたね。こちらはねスープ作っちゃいます。さっきのシチューの具材でちょっと余ったやつですね。玉ねぎとかあと人参とかあとこれブロッコリーの芯が入ってます。もうちょっと残ったやつなんですけど、なんかもったいないなと思って、これはね本当にコンソメで煮るだけのスープ、多分ね、ちょっと具材少ないんで、余ったやつを入れただけなんで、ちょっと少なめなんで、さっきシチューに入れなかったコーンとか、これ入れてもよかったんだけど、だいぶあっちがね、具材が多かったと思う。なんで、入れないでこっちのスープにちょっと足します。これも枝豆、ちょっとだけね。こんな感じで、どうかな。はい、煮込んでる間にご飯、珍しいですけど、夕ご飯用に炊いてます。では、オープン。お、中入ってる。トマト。トマト、そう、実はねコンソメも一緒に入れてトマト丸々1個入れた、そう入れて一緒に炊いたの。これをトマトを崩しながらほぐしていきたいと思います。ただの白いご飯よりはグラタンに合う味にならないかなと思ってちょっと悩んで、たまたまトマトがさ残ってたのよ、生のトマト、うん、それなんで缶詰を使う予定だったの最初は。だけど缶詰だと余っちゃうとまた次すぐ使わなきゃいけないから、うん、生でもいいかなと思ってちょっとやってみました。ちょっとこう色がつく程度、うん、下味は本当にコンソメが一緒に入ってるだけ。あ、そうなんだ。うん、ちょっとでも一応試しさせてもらっていいか、うん、うん、これでちょっと塩コショウで味整えればちょうどいいかな。うん、うん、こっちがコンソメなんであんまりこっちコンソメの味強くしない方がいいかも、隠し味程度、うん、ね、の方がいいかもしれない。はい、こんな感じで、はい、はい、ご飯 OK。 はい、スープはこんな感じで大丈夫そうなので、はい、これで一回火止めます。はい、では出します。はい、こんな感じ。あ、いいんじゃない、どう、良い、うん、はい、じゃあこれでグラタン完成。はい、はい、はい、それでは本日のお夕飯です。はい、シチューの素で作ったグラタンです。ご飯は生のトマトとコンソメを一緒に炊いたトマトご飯。はい、スープはグラタンの材料の残りにコーンと枝豆を足したコンソメスープ。上に浮いてるのはパセリです。デザートは、はい、パパは柿、ママと息子くんは梨。はい、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それでは。いただきまーす。まだね、暑いかもしれないんで気をつけてください。シチューの素から作ってるから、もう辛いものは全然ないし。わー、チーズ伸ばしてまーす。おー、伸びる。うん。うん、美味しい。これなんだろう、ね、トマトかな？トマト。トマトとコンソメを一緒にご飯炊いちゃった。火が通ってるトマトなら大丈夫かなと思ってやったんだけど。もうね。大丈夫？うん。うん、美味しい。もうちょっと濃く
もよかった。いや、このくらいでいい。ちょっと控えたつもりなんだけど、本当だったらね、グラタンをメインにするんだったらパンとかパスタとかね、なんかつけるイメージ、あると思うんですけど、なんかね、お夕飯だったんでどうしてもご飯がいいかなと思ってちょっと悩んだんですよ。ただね、たまたま冷蔵庫にあの生のトマト、この間パパがあれかな、ご飯作る時に使った残り、があったんで、それをねちょっと利用しました。こんなにねトマトあのグズグズになると思わなかった、皮気にならなかった、そのままで本当に皮湯むきもしないで入れちゃった。大丈夫だった。大丈夫だった。気になるようだったら次から湯むきして入れてもいい。皮の部分食べてないや。あ、皮じゃなかった、さっきの部分。あ、そうなんだ。お、そんなに気にならないけど。大丈夫そう。あ、いいねこれ。ちょっとね大きいマカロニが入ってる。にょーん。あ、画面から切れちゃいました、すいません。すごいことになっております。あ、ちょっとごめんね、手でやっちゃうよ、ごめんね。自分のだからいいよね。はい、あ、いいね。おいしい。シチューの元から作ったから、あの、ホワイトソースを最初からやったわけじゃないんだけど、でもこれはこれでいいと、ね、十分だよね。本当はシチューの残りで作るイメージで、あの、グラタンって思ってたんだけど、もういきなりグラタン。寒くなってくるとこういう料理いいよね。ね。ね、絶対いいと思って。あとスープか。あ、スープは本当にすいません、あの、野菜の残りで。ちょうどいいね。ね。あの端っこに余ったやつね、もったいないんで、どうしても使いたくて、ちょっとあの使ってる材料はだいぶかぶってるんですけどね、あの無駄なく使いました、個人的にはご飯が一番おいしい。めちゃくちゃ気に入ったこれ、いいねこれね、ね、これいいわ、ほんとただ一緒に炊いただけ、すごく楽、これいいや、ね、息子くんもご飯も食べてくれるし、今グラタンに夢中。よかった。ちょっとまだ熱々なんでね、ゆっくり食べよう、ね、はい、というわけでこの後ねゆっくり食べたいと思います。今日はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。本日も息子くんは段ボール工作に励んでおります。これは何を作ってるところかな。ドラゴン。ドラゴン、ドラゴンの爪、足かな、足、あのいろいろね、本当ね考えながら作ってるみたいでね、私にはあのなんか出来上がりの猫の何感じが分かんないです。なんかロケットパンツのロボ作ってたらダサかったから、あれはロケットパンツ、あれを粉砕して破壊して、粉砕して破壊、あれを破壊してドラゴンに、まあ作り直してるっていうことですね。こんな感じでね、いつもね、あの段ボールとかいろいろ作ってね、なんか楽しんでおります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。